バルコニーには雨水を流す穴があります。長い間お掃除をしていないので、泥で穴を塞いでいます。今日はバルコニーの雨どいの清掃をしていきます。最初に雨どいの蓋を外します。ヘラなどを使い開けていきましょう。雨どいの蓋が取れました。穴が泥で詰まっていますね。割り箸で穴の泥を取り除きます。どんどん蓋を外して穴の掃除をしていきます。ほぼ穴が詰まっていますね。穴の掃除は気長にしていきましょう。蓋を取り終わりました。表面を水洗いします。蓋を戻していきます。蓋の溝にゴミが詰まっていないか確認しながら戻していきます。蓋が入りにくいときは、またヘラを差し込み入れていきます。蓋をすべて戻しました。バルコニーにテーブルと椅子を出してご褒美タイムです。この場所ならアロマさんとお外ご飯も楽しめますね。次の休みの日には高圧洗浄機でお掃除をして仕上げましょう。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょうね。